徳島、長谷川選手、高本選手、北海道、高川、東選手、西、高本選手、森川選手、よしよ、頑張ってよ、頑張ってよ、頑張ってね、足出すよ、次の対決、東香川、福田選手、西高知、森川選手、北海道、東福島、森本選手、西香川、西尾選手、頑張れ、頑張れ、森川を引いて西森川選手の勝ち、東徳島森本選手、西香川入江選手、北に東高知竹村選手、西愛媛平田選手。Thank you.
東にて東渡辺選手の勝ち。東徳島上田選手、西愛媛東郷選手、北に東徳島深澄選手、西香川堂田選手。押し出しにて西東郷選手の勝ち。東徳島深澄選手、西香川堂田選手。北に東甲子西岡選手、西徳島石井選手。
出発。4時続け、東森川選手の勝ち。東高知竹村選手、西高知小松選手、北谷東愛媛渡辺選手、西徳島柏原選手。東高知竹村選手、西高知小松選手、北谷東
東にて西藤堂選手の勝ち。東愛媛藤野選手、西香川谷川選手、この対戦後に2時間間交代を行います。それではこれより、試合を再開いたします。準々決勝第1試合、東愛媛菊原選手、西高知森川選手、さらに東高知小松選手、西愛媛渡辺選手。東高知小松選手、西愛媛渡辺選手、北海に東高知正香選手、西愛媛上原選手。
焦点に入ります。準決勝第1試合、東愛媛福原選手、西愛媛渡辺選手、北に東愛媛上原選手、西愛媛京都選手。寄り倒しにて東福原選手の勝ち。渡辺選手は東にお参りください。失礼しました。3位決定ではありません。渡辺選手の3位が決定いたしました。準決勝第2試合、東愛媛上原選手、西愛媛京都選手。押し出しにて東上原選手も勝ち、京都選手の3位が決定いたしました。上原選手に金を返してください。個人少年の部決勝戦を行います。東愛媛福原選手、西愛媛上原選手。審判団により異議申し立てがありましたので協議を行います。福井投げにて西上原選手の勝ちと決定いたしました。審判団交代いたします。続いて個人戦の部、少年の部、優勝愛媛県上原選手、準優勝福原選手、以上のように決定いたしました。それでは、ただいまより個人少年の部の、に入ります。5名の参加になっています。
はい、第1試合は東香川富澤選手、西久留米平本選手。ご移動進展出身船本選手の出して谷川選手の第3位が出ていただきました。第1試合に入ります。東愛媛佐々木選手、西徳島愛川選手。頑張れよ選手ですよ。ペースの中です。Thank you.
に東前田選手の勝ち。第1試合東愛媛岡本選手、西香川上原選手。この時は思います。第1試合東愛媛宇都宮選手。寄り切りにて西上原選手の勝ち。第3試合東愛媛宇都宮選手、西方決勝につき宇都宮選手先勝。第4試合東高知高橋選手、西愛媛近藤選手。第1試合東高知梶迫選手、西愛媛近田選手。寄り切りにて東高橋選手の勝ち。第5試合東高知梶迫選手、西愛媛近田選手。第6試合東愛媛米沢選手、西香川横子選手。第7試合
第9試合、東香川藤沢選手、西徳島下宮玲央選手。立ち上げです、立ち上げです。この会場が終わりました。審判官交代です。中ベースです、中ベースです。控えが東愛媛山口選手、中ベースですよ、中ベースです。東愛媛選手、中ロストです、中ロストです。中ベース大丈夫です、大丈夫です。引き締めます、中ベースです、中ベースです。行きます、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 行きます。引き出して西下宮選手を立ちて審判が交代いたします。第1回戦に入ります。東愛媛山口選手、西コーチ前田選手。答えが東、香川上原選手、西コーチ奥田選手。前で寄り切りにて東山口選手の勝ち。次の対戦、東香川上原選手、西高知奥田選手。答えが東徳島美馬選手、西愛媛宇都宮選手。寄り切りにて西奥田選手の勝ち。次の対戦、東徳島美馬選手、西愛媛宇都宮選手。大丈夫です、大丈夫です、大丈夫です、中ベースです、中ベースです。大丈夫です、大丈夫です。まだ頑張れ。中ベースですよ。東コーチ高橋選手、立ち上がりです、立ち上がりです。中ベースですよ、中ベースです。大丈夫です、大丈夫です、落ち着いていきましょう。下手投げにて西宇都宮選手の勝ち。次の対戦、東高知高橋選手、西形県庁につき高橋選手、不戦勝。次の対戦、東、徳島西宮選手、西愛媛深平選手。重要なストーンです、大丈夫です、大丈夫です。行きます、行きます。中ベース、中ベース、中ベース。大丈夫です、行きます、行きます。中ベースです、行きます、行きます。大丈夫です、大丈夫です、中ロスです、中ロスです。行きます、中ベースです、中ベースです。はい、大丈夫です、大丈夫です。寄り切りにて西深平選手の勝ち。次の対戦、東香川横田選手、西高知中村選手。答えが東愛媛久保選手、西高知藤谷選手。Thank you.
押し出しにて、西中村選手の勝ち。次の対戦、東愛媛久保選手、西高知木地谷選手。北谷が東高知有光選手、西徳島篠宮選手。
朝日小見にて西中村選手の勝ち。次の対戦、東愛媛久保選手、西高知有光選手。それでは準決勝に入ります。東愛媛山口選手、西高知高橋選手。準決勝第1試合に入ります。東高知高村選手、西高知有光選手。それではただいまより青年の部決勝戦を行います。東高知高橋選手、西高知中村選手。
中村選手の勝ち。延長の結果、優勝高知中村選手、準優勝高知高橋選手、第3位愛媛山口選手、同じく第3位高知有光選手、以上のように決定いたしました。以上で青年の試合を終わります。